はい、ということで、小内海駅に到着しました。まあ、駅といってもですね、降ろされたのは宮崎交通のバス停で降ろされましてですね、そこからちょっと歩いて、小内海駅の方に行ってみたいと思います。でですね、ここは滞在時間がですね、まあ、時間が今、15時30分なんですけど、大体もう15分ぐらいしかないです、滞在時間がですね。で、帰りはですね、宮崎交通の帯から宮崎駅に行くバスが来ますので、それに乗ってまた大島まで帰るということですね。今代行バス乗ってですね、ここまで小内海まで来たんですけど、あれですね、海沿いは全く通らないというか、堀切峠を越えてですね、フェニックスドライブインですかね、道の駅の方に行くのかなと思ったんですけど、そうではなかったですね。堀切峠トンネルっていうのがあるんですけど、そこを通ってですね、内海、小内海と来たような感じでした。今ですね、小内海のバス停からですね、歩いてもうまだ2分ぐらい歩いたところですけど、小内海駅が見えてきたですね。今日は土曜日なんですけど、工事も行われているという感じですね。何名か作業していらっしゃる方の姿も見受けられますね。結構ね、道路の方は、かなり前にちょうど10月の中旬ぐらいかなに開通して、普通に通れてるんですけど、線路の方はまだですね、工事中ということですね。小内海駅の現場に到着しましたけど、ちょうど今駅のですね、工事を一生懸命してらっしゃるんですけど、あと1週間ぐらいで、開通するという話なんですけどね、間に合うのかなっていう感じはしますけどね。ちょうど目の前に仮設の、階段とかができていて、あれを使ってホームの方に登っていくのかなっていう感じはしますね。今ですね、ちょうど小内海駅の日南方面の方の端の方まで来て、そっちの方からね撮影してます。でさっきの方はですね、ちょうど太陽が西日になっておりましてですね、逆光になってるんですけど、ここからちょうど人工になっているので非常に撮りやすい感じになってますね。国道のちょうど下に階段みたいのを今つけてるんですけど、ちょうどその真上のところがホームになるような感じで、もともとのどういう状況かがあまり思い出せないんですけど、この山のですね、このえぐり取られた感じからするとですね、かなり大規模な土砂崩れというか土石流というかですね、が起こったっていうことが、まざまざと分かりますね。ちょっとニュースとかテレビとかで見ているのとは違う感じがします。この実際現場に来て見てるとですね、非常に被害の規模が大きかったということが伺われますね。小内海駅の近くはですね、こうやってもうすぐ海岸があって、もうすぐ海がすぐそこにあるんですよね。で今日はもう天気もものすごくいいんですけど、天気のいい時の海はものすごく綺麗でですね、もう今時間はですね、もう15時30分回ったところなんですけど、雲一つない青空でですね、季節柄ね、もう12月なんですけど、夏ならね、ものすごく暑いところなんですけど、今日はね、そこそこ寒いんですね、はい、ちょうどいい感じですけど、はい、非常に場所的にはいい場所ですね。また、鉄道に乗ってですね、降りて、この辺を散策してもいいかなと思いますけど、ちょうどバス停降りてですね、ここまで歩いてくる間に、
ちょっとあの料理屋というか食べ物屋さんとかね、食堂みたいなのもあったので、そういうところに寄ってみられるのもよろしいかと思います。ということでですね、ちょっと時間の方もですね、15時40分回ってきましたので、そろそろ、バスの時間もありますので、今からまたあの先ほど降りたですね、河内海のバス停の方まで行ってみたいと思います。ちょっと道路反対側渡ってですね、最後撮影しながら戻っていこうかなと思っております。先ほどですね、河内海のバス停と言いましたが、正確には野島ですね、野島のバス停ですね。ここから歩いて、まあ、2、3分ぐらいですね。15時47分に、この停留所に着く予定ですので、それまでここで待っておきたいと思います。